回は目の保養会。あ、喉の調子が。さあ、ということで今回もやってまいりましょう。どうもララでございます。ということで今回もですね、スマホ版にゃんこライセンスをホワカの方でやっていくわけなんですけれども、最近本当に喉の調子が良くないんだよね。まあ、こうやって水分ね、ちょこまめに取りながらやっていこうかなと思うんですけれども、いや最近はね、喉をいたわって加湿器ガンガンつけながら寝てるんですけど、それでも喉がダメって、どんだけ俺のいびきひどいの、もう嫌なんだけど。じゃあいや、早速本題に入りましょう。んで今回ですね、やっていく内容に関してははい、こちら。今回は久々にですね、こちらのギャルズモンスターズのキャラクターを使っていこうかなと思います。いっちゃ目の保養。さあ、ということで早速ですね、やっていきましょうか。今回の動画なんですけれどもね、リクエストの方いただきまして、ギャルズモンスターのキャラクターの方を使ってほしいっていうね、リクエストの方いただいたんですけど、そういえばさ、ギャルズモンスター俺コンプしてないんだよね。何体か足りない気がするのよ。なんか紫色のやつ名前出てこないけど、その子だったりとか、あとは伝説はまあ持ってる方か持ってないんですけど、他なんかいなかったっけ、ギャルズモンスターって。あ、ちょっと待って、ちょっと調べてみるか。そっか、紫色の子はベガって言うんだね。ベガと、あとはあれだね、ベルベールですね。ゾンビ娘。そう、あれ欲しいんだけど、なかなか出ないのよね。今のところ全部で7体か。まあ、伝説含めりゃ8体なんですけど、2、3、4、5ってなると、あ、2体足りないのか。ベガとベルベーヌが足りないっていう状況ですけど、まあ、また近々ね、ガチャの方来たら、ちょっと狙ってガチャやろうかな。まあ、確定が来たらの話なんですけどね、もう僕確定がないと本当にね、もう惨敗しまくりなんで、まあ、いいや、じゃあとりあえずやっていきましょう。で、そう、本当にね、このキャラクターたちもめちゃくちゃ久々だし、もう性能とかもね、全然覚えてないんで、まあ、改めて見ていきましょうか。まずは、北条の小姫、姫ゆりですね。これもビジュアル最高ですね。このキャラクターに関してはたまに浮いてる敵と天使の動きを遅くする。あ、そうなの？浮いてる敵か。なるほどね。で、本能に関しては、古代種か。追加で古代種。そんでもって、あー、なるほど。古代の呪い無効。で、動きを止める体勢。基本体力アップ。基本攻撃力アップ。そんでもって、あー、なるほど。超本能あるのか。小劣化か。あー、いいな。小劣化に、生産コスト割引と。マジか。うわ、超本能ね。そう、上げたいキャラクターがさ、何箇所かとか何体かいるんだけど、レベルが足りないからさ、ちょっとまた闇回収しなきゃね。で、お次ですね、人魚姫ルリーでございます。結構このキャラ好きなんだよね。このキャラに関しては、赤い敵に打たれ強く必ず攻撃力を下げるっていうキャラクターなんですけど、このキャラの本能に関しても古代種ですね。古代種と、あれ同じだね。ヒメールと同じか。で、動きを遅くする耐性、基本体力アップ、基本攻撃力アップ。なるほどね。じゃあ次行きましょうか。ミイラ姫ですね。レイカでございます。このキャラはね、結構割とね、序盤の方で当てた気がするんだよね。確かそうだった気がする。うん、まあいいや。で、このキャラに関しては、そう、対エイリアのゾンビなんですよね。レイカに関してはね、ちょこちょこ使うんだよね。多分、ギャルズモンスターの中で比較的に使う方かな。それ以外は本当に全然ね、もう年に数回ぐらいしか使わないんでね。で、お次は、ディルでございます。このキャラに関しては、たまに天使とエイリアンを吹っ飛ばす、能力を持ってるんですけど、本能に関しては、あ、吹っ飛ばすの効果を強化。あとは、波動ダメージ無効。そんでもって攻撃力ダウン無効。そして、基本体力アップ、基本攻撃力アップ。なるほどね。ディルもね、そう、第一形態はさ、こんなふざけた見た目してるけどさ、進化させるともうこれなんだよ。これ、このね、差が激しすぎてね、ちょっと僕はやられましたよで、所持キャラクターの最後でございますね、カンナでございます。あ、このキャラめっちゃ使うわ。普通に使ってるよね。超獣ステージでたびたびね、使用してるかなと思うんですけど、そうだよ、そう、意外と使ってるわ。カンナに関しては、黒い敵ですね。黒い敵に超ダメージ与え、必ず劣化を放つんですけど、第3形態になると、超獣特攻を得るというね、能力が追加されるわけなんですけど、そうだよ、そう、忘れてましたよ。そうだったわ。多分、この中で一番使ってるかもしんないな。で、2番目がレイカかな。で、3番目はもうわからん。この辺はもう本当にね、もう全然記憶ないんですけど。まあ、そんな感じで。じゃあ、今回はこのキャラクターたちを使っていきましょうか。で、リクエストの方ではですね、西表島の方で使ってほしいっていうのがあったんで、まずは西表島から1章から3章やって、で、その後にね、せっかくなんで未来編もやっちゃいましょう。覚醒ネコムートまでちょっとやってみようかなと思うんで、ちょっと久々にやってみましょう。じゃあまずはウォーミングアップで日本編参りましょう。
さあ、まずはウォーミングアップ日本編第1章、西表島の方で使っていこうかなと思いますよ。今回に関しては、まあ日本編は壁入れなくて大丈夫だよね、3章までは。あ、いや、じゃあとりあえずまずはどうしようかな。何から出すか。悩むな。何から出そうかな。じゃあ、ヒメイルでいきましょうか。じゃあ、順番通りでいいんじゃない？ヒメイル出して、で、ルリー出して、で、レイカ。で、そんでもってお次はディルっていう感じでね。で、最後にカンナかな。カンナのレッパで多分ね、カオル君速攻退場しちゃうんじゃないですか。まあ、大丈夫。ちょっと待って。たどり着く前に終わっちゃいそうだね。あ、終わったわ、もう。はい、大丈夫そうですね。3章までは多分壁入れなくても大丈夫かなと思うんですけどね。多分未来編はね、怪しいかなと思うんで、まあゴムあたり入れようかなと思います。じゃあ次行きましょう。さあ、お次は第2章、ニャンダム戦でございます。ニャンダムとなると、赤い敵はあれだね、ルリだね。ルリが大活躍するんじゃないのかなと思うんで、まあ、まずはこんな感じでサンドバッグ乗りながら、生産待ちましょうかね。そうだよな、3章になるとコストがだいぶ変わってくるから、その辺がちょっと怖いところではあるけどね。でもどうだろう、ブンブン戦いけるかな、どうかな、この編成でいけるかな。ちょっとね、壁なしでいけるか、そういえばやったことないからね。その辺がちょっと楽しみではあるけれども、いや、でもせっかくだから、さあ次もね、次コンプしたらまたやりたいな。まあ、コンプまでね、どこまでのちょっとね、道のりは長くなるか分かりませんけれども、いや、ちょっと早めにちょっと確定来てほしいな。いや、せっかくだから欲しいよね。そう、使ってみたいのよ。ベガだったりとか、あとベルベーヌだよ。あれ本当に欲しいからね、そろそろ欲しいところ。あ、そうや、そういえばニャンダム倒れましたね。はい、じゃあ次行きましょう。さあ、ということで、日本編もこれにてラスト3章参りましょう。あー、やっぱりコストの方が微妙に高くなっておりますね。じゃあどうしようかな。何から出そうかな。じゃあカンナから行くか。じゃあ右からとりあえず攻めていきましょうかね。なので、一旦とりあえずお財布レベル上げて、で、サンドバッグになりながら、もうちょい様子を見て、じゃあ行きましょう。はい。さあ、で、次は、あれですね。なんだっけ、ちょっと待って、名前が忘れた。もう忘れた。ディルだ。なんで出なかったんだろう。もうダメだね。もう、物忘れが激しすぎますけど。さあ、ガンガン、あと残り2体。大丈夫かな、これ。ブンブンいけるかな。いやー、ちょっと怖いな。ちょっと怖い。まあ、まずはこの取り巻きをお掃除しつつ、そうだね、2周目で、ね、出せればだいぶ変わってくるんだけど、これちょっと間に合わないと思うんだよな。これギリギリ間に合わないんじゃないのかな。ほら、このままボス戦いっちゃうね。いや、まあとりあえず様子見ていきましょう。これで無理だったら、まあ壁入れて再戦してもいいんじゃないのかなと思うんですけどもね。さあ、オッケーオッケー、いい感じでございますね。おー、ボス戦でございます。早、はい、はいな。いや、でもこのビジュアルいいね。みんなちょっと重なってさ、一体一体見えてないけど、それでも、あ、でもなんかいけそうじゃない？ほら、おー、いいね。妨害もしてるし、あ、いけたわ。全然いけたわ。ああ、じゃあこれさ、未来編さ、2章まではこの編成でいけるんじゃない？ 3 章はさすがにちょっと怖いんで、壁入れますけれども。まあ、とりあえずそれやってみましょうか。じゃあ次、未来編参ります。さあ、お次は未来編第1章参りましょう。多分2章までは壁なくてもいけるんじゃないのかなと思うんで、まあとりあえず様子見でやっていきましょうか。まずは1番バッターに関しては、そうだな、やっぱりあれかな、レイカからかな。まあ対ね、エイリアンだからね。こいつがいないとちょっと怖いところ。で、そんでもって次に関しては、じゃあカンナかな。よし。あとはもう適当に出していきましょうか。まあ微妙にね、ちょっとお財布の方が何とも言えないんで、よし、OK。あと残り2台だよ。あと2台。あ、待って、終わっちゃう。終わっちゃう。その前に、ちょっと待って、クロリネンが、あー、待って、まだ倒れるねよ。まだ倒れる。あと1体。あと1体出せば。ちょ、よしよしよし。まだ耐えろよ。あとラスト1体。出したいんだから。あ、もう。なんだ。強いな、みんな。ちょっと、レベル50にさせてないんだけどね。割と中途半端なレベルなんだけれども。まあ、それでも、やってくれたね。さあ、お次は第2章でございます。第2章に関しては、あれだよね、バルの方が出てくるかなと思うんで、とりあえずそうだね。まあ、これに関しては、まあ、ボス戦まではとりあえず全部出しておきたいから、あ、待って、怖い。ハサミマンがすげえ怖い。こいつ舐めてかかると普通にやられちゃうからね。まあ、まずね、とりあえずレイカでしょ。で、そんでもって、まあ、順番的にはまたあれかな。こんな感じかな。よし、オッケー。あ、大丈夫だね。ボス戦までは間に合いそうじゃないですかね。どうだろう、多分いけるよね。余裕じゃないのかな。いやー、ムートは多分無理だと思うんだよな。あいつのご利用し具合に多分、あー待って、もうボス戦入っちゃうか。あーあー、よしよしよし、 OK、 これで大丈夫だね。さあ、こっからでございますよ。さあ、何発でいけるかな。ああ、いいんじゃない。およし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 、いい感じ。攻撃の隙を与えずに、まだ攻めろよ。ああ、強え。いやー、さすがだね。さすがギャルズモンスターでございます。いやー、なかなかいいねー。さあ、次行きましょう。
さあ、これでラストでございます。未来編3章でございます。あ、待って、スロットの方2列にしましょうか。もうこれに関してはね、もうちょっと壁入れないと多分無理かなと思うんで、とりあえず2種類突っ込んでやっていきましょう。で、出す順番はもうさっきと同じじゃないのかな。もうとりあえず、ね、怖いからレイカだね。もう対エイリアンがね、いればね、結構心強いんで、で、この辺でとりあえず壁も出しつつ、オッケー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 。結構収入源の方が来てるんで、こいつを倒した後に、次はまたカンナかな。そんな感じだよね。あれ、タイ、浮いてる敵は何だったっけ。あれ、ヒメユリだったっけ。ちょ、待てよ。もう忘れた。あー、オッケーオッケーオッケー、ヒメユリね。じゃ次、ヒメユリ出して、いや、このキャラもね、本能ちょっと上げたいな、超本能ね。そう、超本能上げたいキャラクターもさ、他にネコルガだったっけな。確か、そうだった気がするんですけどね。あ、待って、ちょっと待って、ボス戦まで間に合わないよ、これ。ちょっと待って、あともう一体、ちょっと待って、これ、あー、まだ出てくんだよ、あともう一体出したいんだから、ボス戦でございます。やっちゃったね。ちょっと、せっかくだったら、ちょっと大集合させたかったんだけど、いやー、でも今のところ大丈夫、よし、OK、壁のおかげもあって、よし、OK、いい感じで足止めできてるね。あともう一体、よし、OK、これで、完璧でございます。あとはもう壁出しながら様子見るだけ、なんか倒れたね。何かが倒れた。さすがムートでございますよ。もう暴走しまくりだわ。いやー、せっかくだったら、もう倒れないで。いや、でもやっぱ壁抜けてよかったね。これはちょっと入れないと怖い。あー、いいよ。妨害してるね。これはかなりでかいぞ。さあ、あと、もうじきなんか倒れそうじゃない?ほら、もう、あマジか、ルディが倒れたね。あ、待って、あと残り2体しかいないんだけど。あ、いけた。危なー。残ったのはディルとレイカでございますけれどもね。危なぁ。よかった。でも本当に壁にといてね。よし。OK。なんとか行きましたね。多分ね、宇宙編は多分もうちょっと怪しいかなと思うんで、今回は未来編だけで、終わりにしようかなと思います。まあ、次はね、全部揃ったらまたやりましょう。以上です。はーい、ということで、今回はですね、目の保養枠ということで、こちらでございますね、ギャルズモンスターズのキャラクターの方を久々に、使いまして、まあ、日本編だったり未来編のですね、まあ、最後のステージ、遊んでいきました。まあ、改めて使うとなかなかね、強いね、ビジュアルも最高だし、ちょっとこれを機にまたですね、ちょっと使う頻度を増やしていければなと思います。まあ、他にもですね、使ってないキャラクターがもうね、たくさんいるんで、まあ、なんか使ってほしいキャラクターがいましたら、リクエストいただければなと思います。ということで、今回動画以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回動画でお会いしましょう。またねー。